バックスレーシングチーム和栗土屋圭一エグゼクティブアドバイザーそしてレクサスチームルマン和光ズ脇坂純一監督です。ようこそお越しくださいました。はい、今度は一言ずつお願いします。脇坂純一の読書にようこそ。ありがとうございます。言えよ言えよって。僕は土屋圭一の読書にようこそって言ってください。スーパースター土屋圭一の読書にようこそ。スターです。ありがとうございます。先ほどねレクサスステージでもおっしゃってましたよね。スーパースター土屋圭一さん。ありがとうございます。牧坂さんにはいつもありがとうございます。おお、おっと、お前決勝見てろよ。絶対抜いてやる。いや、先日はどうもおめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、まずはいましてください。前回の開幕戦見事 ART GT500クラスでは優勝、そして300クラスもポールポジションからの表彰台獲得、おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当にブリヂストン様のおかげで、いやいやいや、どっちも表彰台乗れましたので、ありがとうございます。だからうちからすると、まあ300クラスだと雨降ってくれた方が表彰台狙えるんで、今日は皆さんには本当 酷だとは思うんですけれども、2時半から3時ぐらいから雷雲が出ますので、はい、ご期待ください。<笑>何を？え？何を？だって岡山見たでしょ、岡山のつま先が濡れることを期待すればいい。<笑>え？靴の爪先で濡れると天井下がる。いやいや、僕はもうね、僕もあの雨降っても大丈夫なんですけど、はい、お客様が濡れたら困りますからね。<笑>僕はもう晴れても結構でございます。よくそんなこと言えるよな。<笑>いや本当に、はい、あの岡山の開幕戦の雨みたいに、 雨降ってくれれば、おそらくGTR やっつけられるんで、雨降った方が NSX 的にはやっぱこうコンディション的にいいんですよ。でだから第2スティントぐらいから雨の予報もありますもんね。そうです。だからまあうちとしては NSX 陣営としては500はね、 雨降ってくれた方がGTR やっつけられるなっていう。まあレクサスも食っちゃおうかなみたいな。なるほど。何位でしたっけ？予選10位。あ、僕の後ろ。<笑> そうです。すぐ後ろだ。そう、前後なんですよ。あ、だから食いやすいじゃない。あ、そうですね。最近なんか NSX ね、オートバックスの NSX が早いイメージになってきましたですね。そう、早い、もうすごい早いイメージですよ。<笑>これなんかこいつ上から目線じゃない。<笑>いやいや、僕あの僕と言うよりにファン目線として、なるほどね、こう見てる中で、去年だってうちはシリーズチャンピオン争い最後までしたんですけど、いやいや、そうですか。だから時差があるじゃないですか、感覚ってね。時差、いやだからもうなんか最近すごいなと思ってます。はい、多分ね、悔しいんだと思いますよ。いや、その通りでございます。<笑>まあ300クラスも雨降った方がやっぱり、はい、岡山もそうですけれども、 BS3台でこう逃げちゃうでしょ。そうですね。だから我々としてはもう300も500も、500は雨降ったら GTR 食えるここも食えちゃうかなみたいなね。そうね、雨が降って爪先が濡れるとテンション下がるんですよね。上がります。ですから僕はあの雨降ったら靴買えます。長靴買えます。和光津長靴。和光津長靴。売ってねえよ。<笑><笑>いやでも最近なんか物販にもすごく力を入れていらっしゃるそうで。いや、そんなこともないんですけど、はい、あのちょっと暑いですね。暑いですか皆さん。あれ、何これ。<笑>何ですか、もう新作だそうです。これなんかあのあれしません、先輩。何、あの今回のレース僕のところが前で、あのチェッカー受けたら次のホットバージョン、この T シャツ着てくれるっていう。なんでそこで拍手するの。あのとてつもなく影響力を持ってるホットバージョンで、僕のうち、いやいや、だからレーシングスーツ脱いだ時だけで結構です。あのね、あのレーシングスーツ着てやっぱりしない。あ、じゃあ今日の決勝でどっちが前でゴールするからね。はい、じゃあさ、うちが和光津の前でゴールしたら、お前じゃあ ARTA の T シャツ着てよ。ああ、なるほど、そういうことですよね。いつですか？次の鈴鹿でトークショーで。わかりました。おっと、またこれはね、だって僕 ARTA 着ても別に違和感ないですよ。あ、まあそうですよね、もともとね。俺これ着たらさ、グリに何言われるか分かんないしさ。何やってんのケイちゃんとか。いいじゃんで済むじゃないですか。いいよ、じゃあ今日のレースで11位のところに負けたら、この T シャツ着てホットバージョンでます。はい、おお、言っちゃいましたね。すいません、もう土屋圭一に一つ届けといてください。<笑>和光津どこにあるの。いや、和光津その辺でね多分売ってるんですよ多分。あ、そうなんですか。はい、ちょっと和光津さん一着、うん、誰
誰か来てる人今いらっしゃいます。どこで売ってんの？こっち、そっち、そっちで売ってますから。物好きだね。こんだけいて一人しかいないんだよ、選手の T シャツ着てる人ね。限定3枚しか売ってないんですよ。そうなんですか。いいよ、約束したからね。はい、はい、お願いします。うちがワコースの前でゴールしたら、うん、ARTA の T シャツを着て、うん、鈴鹿のトークショーに出ると。先輩、今日僕のことえらい脱がせますね。いや、だってこんだけいて一人しか人前で、人前で脱がすの初めてじゃないですか。いや、可愛いと思うよ。可愛いですよね。乳首触らんといてください。さっきから乳首ばっかり触って。そういうステージじゃないんでしょ。あかんか、忘れた。ブリジスも怒られる。そうです。いや、最近レクサス何しても怒られるので。ちょっと、もう本当自由ですよね。ブリジスさん怒られはります。いや、そんなことないです。だけど11と俺でいると本音で皆さん聞けるじゃない。はい。で、他のステージ行ったらさ、アデキチャリのなんか出来損ないみたいなコメントしかしないでしょ。悪口です。え、だけど11と俺のトークショーって本当のこと言うじゃない。まあ、そうですよね、確かに。でも、ね、こんなあの本当のことを言うようになるまでお互い苦労しましたよね。昔は本当のこと言うたら、え、怒られてね、クビになるもんな。ね、怒られて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 、それでも言い続けて言い続けて言い続けて、どっかでみんなが諦めた。お互いね、うん、あいつら無理や言ってね。だから、で、もう現役なんかやめるとこんなもんよ、何でも言えちゃうっていう。あ、なるほどね。クビにするもんならしてみろみたいなさ。もう来年二人とも言いませんからね。違う、そっち側にいる。あ、こっち側に。あ、見てるんですか。下で手振って。去年はあそこにいたのにな。え、ちなみにその時はどなたがこのステージに立っていらっしゃるイメージですか。鈴木アグリと、はい、誰。まあ、アグリさん四奪しますしね。さっきね、ちょっと四奪するね。昨日、あぐりさん夜四奪されたらしいんですね。あの、さっきレクサスステージでそういう話があったんですよね。夜の四奪。トイレで四奪されたんですか。そうなんです。ちょっとこれ、品のないお話。ちょっと飲まれちょっと品のないお話、すいません。それ、わかんないよ、みんな。いや、わかんない。わかんない。今日のレース。ほとんど坂東の話聞いてたと思う。だって、僕全員大体顔を覚えてるんですけど。あ、そうなんですか。さっき僕の前にいた人たちばかりやん。マジで。はい、さっきもあそこでずっとやってたんです。そうなんです。あ、でも11時の話聞いてもあんま面白くないじゃんね。ね、別にあの、あ、でも、あ、でもさ、GR のステージでしょ、トヨタの。そうなんです。あ、あそこだとだってさ、建前しか言わないじゃん。いや、そんなことないんですよ。バンドが好き勝手喋るようです。もう喜んじゃって。あ、そう。その横で伊藤大輔、全く何も喋らないんですよ。さあ、今度一回土屋圭一さんもスーパースターも GR のトークショーに一緒に、監督トークショーに乱入していただければ。それは面白いね。じゃあそれつけましょうよ。いや、でもそしたらここのプレミア感がなくなっちゃう。いや、だから次回、次すぐ鈴鹿で、はい、土屋圭一オンステージ、スターオンステージ。それダメ。矢沢圭一さんがなんか歌っていただいて。え、本当ですか。ダメでしょ。ダメですか。ダメでしょ。ここだけでしょ。ブリヂストンだけで11等でのトークショー。ありがとうございます。それでこう、そうなんですよ。皆さんが楽しみで来てくださる。ありがとうございます。マキちゃん、僕らが喋らないといけないことないのね。大丈夫。喋らなきゃいけないことは特にないんですけど、あったとしても喋ってくださらない。好きなことを喋る。今日のレースのこと何も聞かないの。聞いてもいいですか。いやいや、脱線するからよ。そうそう。あ、俺なの。いや、でも本当にあの土屋圭一エグゼクティブアドバイザー、はい、毎回ですね、あの脇坂十一監督とこのブリヂストンステージでトークショーされるといい結果なんですよね。そうなんですね。そうなんです。ということは、そうやね、座れんねん。え、座れんの。座れてるんですか、土屋さんに。エネルギーを、いろんなもの、いろんなもの。そうや、今日キャンプ出たらよかった。そうなの。いつもそうですよ。そうよ。ありへんところから優勝したりもありました。そうなんですよ。あるある。ね、そういうこともある。だから今日雨降んねん、ほんだから。だから、まあ、雨降ったら本当に行きますよ。もう2時30分、岡山のあの再来を皆さんにご覧入れたいと思います。うん、まあ、でも岡山再来だとちょっと途中で中断されても困っちゃうので、もう最後まで行ける程度の雨でお願いしてます。ね、ね、うん、途中で終わると困るよね。そうですね。うん、終わるんだったら11時の前で終わりたいよね。 T シャツ着なきゃいけない。この T シャツ着るんだ俺。負けたら。いや、でもなんか T シャツちょっとあの可愛いよ。うん、土屋圭一さんほら好きなんだけど、似てませんか、ちょっと。いや、可愛いよ、本当に。ヘアスタイルとか似てますけど。いいなんか やんちゃ顔で、11の子供の頃みたいなね。そうですね、はい、ありがとうございます。しめしめ顔。いいと思う。じゃあもう買っても負けても着ていただけるということで。あ、なるほど。ない。それはない。デザインが気に入ったみたいな。じゃあ11が着てると可愛いなって、いい T シャツ作ったなっていう感じ。そうですよ ね。何の話してんの。こんだけいて一人しかいない。いや、でももう間もなくいよいよ決勝ですよ。はい、
ねえ、ちょっとなんか予選の結果ちょっと見てみていいですか？時間守りませんからね、我々そうだよね。そうですよ、まだね、たっぷり、あ、なんかよかったらぜひお座りいただいてお話になります。せっかく椅子あるんですけど、ね、そうなんです。いや、僕はお客さんの前で座ることなんて、俺もお客さんの前で座るなんてことで、よう座りますな、お前、僕が喋ってるの、お前思いやり前のほんの100人ぐらいだ、後ろ見てみ、全員立ってはんのに俺もじゃあ後ろの方が見えないから座ってくださいね、すいません、見えないから座ってください、そうそうそう、すいません、ありがとうございます。ちっちゃい刑事が余計なことに俺になるの、はい、お尻やけどしません、まあ大丈夫ですか、はい、暑いよね、暑いね、そうだよね、大丈夫、いいね、帽子が似合ってるよ、 GR で書いてあるあ、ここに ARTA ってね、しょうもない帽子かぶってある人も結構ほらいっぱいいるじゃん、 ARTA、うん、ファン多いですよね、オレンジってね、やっぱ ARTA だけなんで目立ちますよ ね、 ね、ありがたいよね、うん、でちょっとここでも言わせていただきますけど、ゼントとモチュールだけやめてくださいちょっとイラッとしますよ、ね、面白い、何ですか、実に面白い、今日はなんかね、青でしょ僕ら、うん、青やったら反対側に赤が、別にゼントが嫌いなわけでも、モチュールが嫌いなわけでもないんですけど、反対側にあるなみたいな気がしてじゃ あ、 あのカルソニックとかはどうですか。いや、カルソニックとかスバルはなんか僕あの栄養に見えるんで、全部はワコーズの応援団の方がなポジティブ、ポジティブ見えるんですよ。でもね、赤はね、なかなかね止まりうるんですよね、赤ね、まあモチュールね、やっぱりこうファンの皆さんがこう応援してくださる、こう来ていただくとテンション上がりますか。上がるよ、上がりますよ。だからまだもう本当にモータースポーツとは関係ない帽子かぶられてる方が何人かおられる、あそこをどうにかワコーズに変えていく手法をですねでももしかしたらまだお気に入りのチームが見つかってないかもしれないので、とりあえずブリヂストンのこうかぶっていただくと、そうだ、ねね、全チーム対応、うん、いい、それがいい、大丈夫、ブリヂストン赤やんかまた紛らわしいの増えるそうですね、すいません、今度じゃあ青バージョンも検討しておきます、ワコーズ赤色にしてもらおうか。でもワコーズはやっぱ昔からこのブルーだから、ブルーですよね、そうそうそう、ブルーで通さないと ね、 ね、そうですね、まあ、せっかくなんでレースのお話もしましょうか、ね、どうぞ、ね、どうぞ、まあ、いよいよこの後決勝ということですけれども、はい、ARTA あの、まあ、300もですね、チームの体制もマシンも変わって、はい、しかもベテランとすごくフレッシュなルーキーの方との組み合わせということで、そうですよ、どうですかチームの雰囲気とか。全然いい感じですよ。だから去年の9月かな、アグリに早いドライバーにしてよっていうねシーン一歩逃げそしたらアグリがあの福住2例を連れてきた、はい、でヨーロッパに行ってて、ヨーロッパで走ってたんですよ。でも若すぎたらもう何喋ってるか土屋さん分からへんでしょ。あいつはいける、分かるんですか。分かる、あのね、だいたいこの GT のレースって、うん、その300も500もそうだけど、1年生連れてくると走りながら喋れないの、無線で。あいつ喋るの普通に、土屋さん寝ながらも喋ってますもんねないからそういうの、ホットバージョン永遠喋ってますもんね。だから運転しながら喋るのスタンダードじゃないですか我々。まあね、我々は普通だけど、2人は特別ですからね。レースで、はい、GT でこう走りながら喋るってすごい大変なことなの。だけど2例は普通にテストの時から走るから、でどうだって言うと、ちょっと入り口がアンダーですねってこうボタンを押しながらずっと走ってるのね。余裕ですね。で新一と同じタイムで走るから、うん、こう全然今年いけるでしょ。まあボタンを押しながら言って、皆さん事務作業しながら、なんかボタンしながら押しながら横で喋りかけたやつに喋りかけてんのと違いますからねG がかかりますからね、 G が。そう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 、だから肺がぐーっと圧迫されながら、あの喋りづらくなりますし、心拍なんてね180ぐらいまで上がってる中で喋りますからね。だから非常にものすごく難しいんですけど、スーパー GT はねやっぱ情報戦なんですね。だから今の状況をどれだけチームに、F1 なんかをテレモテリーで飛ばしますけど、ルールで禁止されてるんですね。ですからドライバーが車の状況をいかにチーム側に伝えて、チーム側がそれを分析してドライバーに走り方であるとかエンジンの使い方であるとかをフィードバックして車を走らせるんですよ。だから基本的に本当にちょっとアホはアホはって運転しづらい言い方ですね。でも本当にだから喋れるっていうことはそういうことなんですね。だから早く走るためにちょっと二玲君の場合は急ぎ目で運転してますからね、急ぎ目で運転してる中でさらに違うことを喋りながらやる、で話すのも
どういう言葉を伝えることによってチーム側が分かりやすくそれを理解するかによっても、うん、中には何言ってるか分からんドライバーもいるんですよ。小暮れ、そうなんですか、はい、小暮れ後ろから正面衝突小暮れ本当何言ってるか分かんない。この間ね、僕 の番組に小暮れ選手来てくれまして、はい、後ろから正面衝突の真相が分かったんですよ、うん、後ろからって正面衝突違うんですよ。でもあいつはね、鈴鹿の試験でバーン当たられて後ろから正面衝突されましたーって無線でやったらスーパー GT プラスかなんかで放送されてね、みんな謎でしょ。追突されたらしいんです、300クラスの車に追突されて反対向いたらそこに車がいたから正面追突正面衝突、あ、後ろから正面衝突になったらしいんですよ。なるほど、正しい、正しいでしょ。正しい、いや僕の中でも何年間かの謎がね、謎だった分かりまして結果正面になったっていうことだったんですね。小暮れなんて面白いですね。暗号を決めててもね、うん、エンジン大丈夫か言うても永遠大丈夫です大丈夫です言うてだからエンジン大丈夫か大丈夫ですっていう選手もいてるんです。それ暗号ですよ、暗号、暗号なんですか。ホンダの中で NSX 同士の暗号なの、はい、エンジン大丈夫かって言ったら、あ、こういう質問をされてんだなっていう、まあ喋れないですよ、エンジン大丈夫かこっちが言うと、はい、その内容は分かってるから、あ、これこれこうですって言わなきゃいけないの、無線やから傍受できるんですよ。なるほど、だから聞いてほしくないところは暗号化して答えます。そうそうそう、だけどでもね、暗号なんか忘れる、そう、あのバカそのまんま言ったの、エンジンは大丈夫ですいやお前違うだろそれ、あの時ピットの困ってる顔が抜かれてて楽しかった俺いやもう本当に青山も研究所もホンダチーム全部何言ってんのこいつ、だからエンジンは大丈夫か大丈夫ですよ会長です面白かったですね、やっぱり伝説の選手は違います ね、 そうだよね、だからそういうのがあって、はい、本当にあの1年生のくせにで21歳のくせにもう1回目の岡山のテストからちゃんとこう走りながらこっちが無線飛ばしてタイヤどうだ車どうだどうするセット変えるかっていうと、そうですね今1コーナーなんですけど1コーナーはスムーズにいける、あ、2コーナーアンダーですねみたいな普通に喋って、今の子本当に賢い、うん、素晴らしいドライバー増えましたですね、頭の回転の速いドライバー増えたと思います。で遅いんだとどうしようもないでしょ、うんうん、だけど高木慎一と同じタイムで走ってるんですよ。本当ですよ、だから新一もずっと喋れるし、だからこっちとしては情報がすごくこう取りやすい、今車の状態がどうなってるのかね、タイヤが10周行った時にどうだ15周行ったらどうだっていうのがすっごい楽なの、あの今の2人はね今年の、だからうちの今年の300は結構いけると思いますよ。ですね、ねえ、だってそれだけのポテンシャルで、しかも高木選手とコンビで、はい、これだけのね、上に方も素晴らしい方と、俺何もしてない、いるだけいるだけ、そんなこといるだけ、いや、そんなことはないですけどでも脇坂監督のチームも今年、はい、あの山下選手で起爆剤になるんじゃないかなんて言われてますけど、桁早いです ね、 ねえ、どうですかチームの雰囲気は。いや、いいですよ、あの昨日、まあ、硬い方のタイヤなんで予選沈んでますけれども、まあ、前全部柔らかいと思うんで、うん、まあ決勝スタートしたらいいのかなと思いますけど、まあ後ろに NSX いますからね、そうですね、そういう意味では強いのかなとは思いますけど、抜かれたらうちもハードだよ。え、うちもハード、いやうちもっとハードですよ、ね、ここで張り合ってどうするのいやいや、ステージ一緒のステージ乗らしちゃってからもう何が何でも俺はバコーズの前でチェックを受けない、いや、僕がやっぱ ART へ切るわけにいきませんからT シャツ戦争がちょっと期待できます、ね、だからもうあのゴールをですね、はい、我々が先にゴールさせていただいた瞬間にですね、うん、皆様ツイッターを使っていただいて、うん、ハッシュタグスーパー GT 土屋圭一ね、11Tシャツ来たー言うてもうスーパー GT のタイムラインがもう全部土屋圭一で埋まるようにちょっとよろしくお願いしたいなと思います俺ぶつけてもいいからマコズの前に出ろって無線入れてやるそれをスーパー GT プラスで使うように指示してやる今のはなかったことにしてやるじゃあ僕もなかったことにしようなかったことにしちゃうんですかまあでもハードハードで来てるから、はい、NSX もハードなんですよ、うん、でレクサスも割とハードで来てるんで、
予選前にいるのは大体ソフト入ってるんで、割と決勝的には15周過ぎると面白いと思いますよ。そうですね、なんか負け惜しみに聞こえてませんか、大丈夫ですか。我々本当に本当に本当にだって500キロレースなんで、まあ、ドライバーもね2回チェンジしなきゃいけないというね、はい、約束ありますからね。もう決まってますか、はい、どちらが先にというのは。うちはもう新一で行かせますよ。ですよね。うちはケンタ、和也ケンタですね。なるほど、はい、分かりました。じゃあいよいよね。やめろ。もうやめろ。まだ大丈夫や。土屋圭一がまだ喋りたいと言ってはる。俺は一言も言ってない。喋りを止めたら死ぬって言ってはる。何言ってんの。チームミーティングもしなきゃいけないんだよ。いや僕もですよ、そんな。あ、そうそう。そんな大体一緒ですよ。いやでもほら時代も変わってもう令和になりましたんでね、はいはい、新しい時代のスーパー GT。 ていうか令和って言われても分かんないよね。ずっとそのこう FIA とか JAF で JAF 戦でやってきてるから、1900何年とかね、2000年とかでやってるから、平成何年って言われても。そうなんですよ、我々ね、平成何年のレース何位でした言われても分からないです。分かんない。90何年のとかね、終われって言ってる。うん、赤い帽子はやめとけっちゅうてね。ブリヂストンしょうがない。わざと赤い帽子。ブリヂストンが赤なの。そうなんです。いよいよねこの後10時30分から決勝始まりますけれども、はいはい、まあ、今日ももちろんですがシーズンに向けての意気込みを一言ずついただけますでしょうか。はい、本当にたくさんの方々ご来場ありがとうございます。朝ねゲートずっと開いてる割には渋滞してて驚いてますけど、多分過去最高になるのかなと思います。これだけのねお客さんの前で走れる若いドライバーたち幸せだなと思いますし、まあ彼らがね本当に生き生き走れるようにきっちりねチームとして車整えてね決勝に挑みます。いつもより長いレースですんで、よりタイヤ的な要素が重要になってくると思います。我々の足元はですねブリヂストンさんに固めてもらってですね、もう本当に若い頃からブリヂストンともにレースしてきてるんで、まあ、その特性分かってるつもりでいますとは言いながらブリヂストンがたくさんいるんですけどね。僕だけブリヂストンやったらよかった。思いません、そういうの。そういうの思いません。思う、それは思う、ね、だから他に供給やめていただきたい。昨日のトークショーでもそういう風にドライバーさんから言われました、ね、いや本当にそう思う。すいません、迷惑な話です。ライバルたちも手強いですけれどね、見ていただいてるお客様がですね本当にワクワクドキドキするようなそういうレースをですねできるように精一杯采配振るいたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして土屋さんお願いします。いやもう500も300も本当に500キロ先を見据えて、まあ300の方はですけれども、岡山でポールポジション取ったらいきなり今回の富士でブースト下げられちゃってトップより8キロ遅いんですけれども、500キロなんでねシコシコ行って表彰台に乗ろうかと思います。まあ、8号車の方は何としてもワクホースの前でチェッカーを受けるので皆さん応援よろしくお願いします。はい、お忙しい中ありがとうございました。 T シャツ戦争も期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください、どうも。はい、オートバックスレーシングチームアングル土屋圭一エグゼクティブアドバイザー、そしてレクサスチームルバーマーコーズ脇坂十一監督でした。ありがとうございました。